はい、改めて発音ちょっとヨーヨーの関係でこう すごい音すごいです、これがすごい、すごいほんで、もし水しぶきあったら避難してください、ここまで、うんで、周りによっては飛んでよし、これが、うん、今度は施設見ましょう。結構施設完備されてるでしょ。施設は結構完備されてる。さすが空調室ね、安定が結構対策もやってますね。ほらほらほら、来た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 、うん、で、こんな風にほらほらほら、わあ、あっち見ましょう、見、まあ、あんまりはい、すごいよ。さあ、もうすぐ、もうすぐか、ちょっと離れますね。あ、こっちにもいるんで。で、こんなもんですかね。あれ、あんなまん、めっちゃになりませんよ。これは本当、いや別に音声流してるの本物ですから。ほら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 、どんどんどん高速流れて、すごいです。これが本当の動植物音です。あ、クジラの鳴き声、すごいやん、超音波ですよこれ、超音波です、完全に超音波です、超音波です、これ周波数すごいやん。そう、耳鳴りってことはいつものあんなテレビとかの映像を解除する証拠、洗脳を解いてくれてるんですよ、動物たちは。そう、解いてくれてるんですよ、鳴き声って話すよ、すごいでしょ、解いてくれてるんですよ、解いてくれてる証拠です。そう、耳ざん洗脳されてる、もう元が洗脳されてるんだよ、言ってるんだよ、洗脳を解いてくれるんですよ、動植物たち、鳴き声で。これが本当の肉声です、超音波。そうなんですよ、洗脳は解けて、頭にいいんやって、逆に。こういう音聞くと、むっちゃ頭いいんや。脳は活性化する、逆に。活発化する。ねえ。って知ってますね。ね、あっちでも ね、いろいろ。ね、こんなもんね。はい、じゃあもう終わります。ね、いいよ。